アイビースクエアっていうところの反対側に出たんですね。で、工事やってるわ。緑十字の旗がかかってる。工事もね。ああ、素晴らしい。ね、赤レンガの建物ですね。これ外回り見学しながらバイクのところまで戻りましょう。さすが高速チャージ。おっと、なんかすごいのがあるぞ。このアイビスクエアのこの赤レンガ積みの塀に対して、その向かいに来ていっちゃう。これは別に倉敷と関係ないだろう。で、その向かいにビクターのワンちゃんがいっぱい乗っかっているところがある。日照期がかかってるし、今日は花火じゃないかな。行ってみましょう。犬の資料館。これはなかなかトワイライトゾーンですね。なかなかの、なかなかのね、おもちゃ資料館。アンティークだけど、なかなかのところだな。あとはね、こういったおしゃれな建築物とか、デザイン性がいいですね。